ローランド海外クイズ。エゴハルミともちです、はい、ということでですね、はい、ローランドさん皆さんご存知でしょうか。ホストの帝王。そうです、そうです。おお、ホストなんだ。こういうことよ。知らない。まあホストの中だったらもうゴッドオブゴッドみたいなね、うん、彼はね数々の名言を残しております。そうですね、まあ、今回それをクイズ形式にしまして、うん、はい、ローランドさんはツイッターでその質問箱に回答してるんですよ。あー、はい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 、あー、そういうことか。その回答を当てていただくと。なるほどなるほど。想像つかねえな。どんな人なんだ。まあ、やっていけばなんとなく多分人柄が見えてくる。ああ、そうね、つかめてくるよね。まあ、今回ねちょっと難しいので分かんない人はローランド奥義というね形を取りまして、ほうほうほう、うわそれローランドみたいなね、あーローランドさんがまあ降りていた場合その人にもまあポイントを、ね、ント差し上げます。ローランドポイントということで今回はローランド名言クイズやっていきます。やっていきましょう。あー、よいしょ。ローランドさんちょっと待ってくださいね。第1問は、はい、こんな質問が来ました。男が2種類しかいないのは分かりました。まあそういうことを言ってたんで、このように女は何種類いますかという質問。あれだよね、男はローランドさんがいつも言ってる俺か俺以外かみたいな。そうです、はい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 、はい、できました。もちくん、女は何種類いますか。俺好みの女か、それに恵まれなかった女か。その二択だ。なるほど、ね、はい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 。女は何種類いますか。女性は一種類さ、世の中の女性はみんな俺に惚れてるからね。なるほど。おお、うまいね。なりそう。俺はまあ普通になんかそうこんなこと言ってそうだな。ああ、正解パターンね。女は何種類いますか。一種類なんです。まあ女は俺だけだっていう。大喜利じゃん。ロランドさん男です。じゃなんか長いじゃん髪の毛。この世の中で女って呼べるのは。俺が一番可愛いだろ。正解は俺のことが好きな女、そしてこれから俺のことを好きになる。うわー、この2種類だ。ニアピンじゃね。でしたー。ということでもちくん1ポイント。やったー。え、俺はなんか笑ってくれたじゃんみんな。 0.2 ポイント。ありがとうございます。まあ、こういう方なんでね、これを加味して2問目に行きましょう。第2問、はい、お前の名言聞いてると草生えるわ。なんと回答したでしょうか。答えください。うわー難しい。あと分かった、これ当たる自信あるわ。これなんか罰ゲームとかありますか。おいやめろよ、お前ローランドみたいな髪型にしたくないぞ俺は。えー、そう。フリがすごい。儲けます。ツイッターで1週間ローランド風名言をつぶやいてもらいます。つぶやきでいいの。一番弱い罰ゲームね。回答、お前が草生やしてるうちに俺が何人の女の子落としてきたと思う。あー、理想。いいですね。煽り系ね。煽り系ある。お前の名言聞いてると草生えるわ。君が生やした草バラにしてあげるよ。おー、理想。なるほどね。なるほど。お前の名言聞いてると草生えるわ。バラの間違いじゃないか。おー、近い。バラなのね。バラかぶり、バラくわえてるイメージあるもん。そう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 。大正解者がいます。おお、正解はバラの間違いじゃない。うわすげえ。おーし、ローランドじゃん。読めてるな。ぴったし、バラの間違いじゃない。これすごいな、普通に。マジすごくないこれ。え、お父さんローランド。違うよ。まあ、バラポイントは 0.5 ポイント。よし、やばいじゃん。第3問、どうしたらローランド様みたいに器の大きい男になれますか。答えください。まあ、ヒントを言うと、まあ、彼はね一般人を超越してるんですよ。ハルキ、どうしたら器が大きくなれますか。まずは器という概念を取り払うところから始めよう。あー、もう器にしちゃうと限界があるから。もうどうしたら器が大きくなれますか。俺の器のスペースはスペースだからなって、空白と宇宙をかけて。あー、ローランドポイントはあるね。そう、じゃあじゃあじゃあうまい。どうしたら器が大きくなれますか。それは君の心の扉開けてー。では正解発表に移りましょう。正解発表します。器の大きさ気にしてるうちはまだ二流だ。うわー、出た出た、マジ出た。それ俺クラスになるともはや器大きいのは当たり前だから、今器のデザインの方に力入れちゃう。うわー、かっこよー。器のデザイン
もちくんはね、ちょっと言葉のセンスがね、ちょっとローランドっぽかったので1ポイント。やったー。第3問、ローランドさんは運転中信号待ちでイライラしたりしないんですか？マジ考えろ。いきましたが、はい、はい、じゃあもちくん、ローランドさんは運転中信号待ちでイライラしたりしないですか？人生ゲームと同じで1回休みさえも俺は楽しめるからな。おー、はい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 、いいですね。ローランドさんは運転中信号待ちでイライラ したりしないですか？俺は常に進んでしまっているから、たまに止めてくれる彼にはむしろ感謝しているよ。うわ、おー、うまい、うまい、それ、じゃあそれだ。うまい。運転中信号待ちでイライラしたりしないですか？あの赤色の光が僕らの命を守ってくれてるんだ。まあ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 、なるほどね。これはね、ノームスタイル井上。嘘じゃん。嘘じゃん。ノームスタイルやだよ。正解は、はい、そりゃ信号だってローランド見たら惚れて真っ赤になっちゃうよな。うわしびれる。それはかっこいい。でもこれ結構ローランドっぽくない？ 0.5 ローランド。いやー、 0.5 ローランド。まあ次がね、最終問題になります。お、このままいきますか。5点配分でマックス5で最終問題。はい、はい、なぜ男性なのにそんなに髪を伸ばしているんですか？答えください。めちゃめちゃ長いです。この辺までうんこしたらうんこつけそうなぐらい長くなるんですよ。まあ、ヒントを言いますと、一言危ねー、やめよう。ちくん、なぜ男性なのにそんなに髪を伸ばしているんですか？これが女の気持ちが分かる一番の近道だろう。なるほど。俺もそっち一回考えた。なぜ男性なのにそんなに髪を伸ばしているんですか？髪がまだ俺から離れたくないってさ。なるほどね。髪を惚れさせてしまっている。あ、うまい。はい、そう。一緒？はい、同じです。髪の毛たちが俺から離れたくないって言うからさ。おお、なるほどね。そのさっきの信号機パターンで、髪の毛が嫌だよって言ってるってことですね。正解は、失恋したことないから。